糸戸、文などもかよわんことの敵なめりと思うに、糸投げかし、物参りなどしたまえど、さらに参らで、寝たまいぬるようなれど、心も空にて、人静まるほどに、中掃除をしけど、霊はことに差し固めなどもせぬを、つと差して、人の音もせず、意図心細く覚えて、障子に寄りかかり痛まえるに、女君も目を覚まして、風の音の竹に、待ち取られて、うちそよめくに、狩りの泣き渡る声のほのかに聞こえるに、幼き心地にもとかくおぼし乱るるにや、雲いの狩りも我がことや我がごとやと独りごちたもう気配、和光ろうたげなり、意味中心もとなければこれ開けさせたまえ、小事中や三郎とのたまえど音もせず、おん目のとごなりけり。で、大層文を通わせなさることなんかも困難なように思われるにつけて、夕霧は大変嘆かわしく思っている。食べ物をおすすめなどなさるけれども、おばあさんがきっとこれお上がりというふうにして夕霧に進めてやるわけですね。さらに参らで一向にお上がりにならないで、そのままお休みになったようだけれども、実は夕霧の心は全く上の空であって、心も空にて、ね、心は上の空で、人が寝静まる頃に中掃除をしけど、中掃除っていうのはこの部屋をこう途中で仕切ってある、大きな部屋を中ほどで仕切ってある襖障子ですね。それを引いてご覧になるけれども、普段はするりと開くはずなんです。しかしいつもと違って、霊はことに差し固めなどもせぬを、いつもは格別に鍵を差して固めなどはしないものを、その時ばかりはつと差して人の音もせず、ぴたりと鍵が閉まっていて人の気配もしない、大層心細く思われて、でその障子に寄りかかっていらっしゃると、女君の方でも向こう側で目を覚ましていて、風の音の竹に待ち取られてうちそよめくに、夜の風の音、それが竹に待ち取られてというふうに擬人的な言い方で言ってるわけですが、これは白紙文集の中に風の竹になる、なるは生ずる、生まれるということです。風が
竹に触れて、そして音が発せられるわけ、音が生まれるわけです。風の竹になる夜、窓の間に伏せり、月の松を照らす時、うてなの上にありく。白紙文書、それから和漢漏洩集にも収められている、おそらくそういう漢詩の対句の言葉を下に踏んでいる言い方でしょうね。風の音の竹に待ち取られて、うちそよめくに。風の音が、風が竹に待ち取られて、そよそよとそよめく折に、雁の鳴き渡る声のほのかに聞こえるに、空を渡っていく、鳴き渡っていく雁の声がほのかに聞こえる折に、幼き心地にもとかくおぼし乱るるにや。幼い心にもあれこれと大思い乱れるなさることがあるのであろうよ。雲井の狩りも我がことやと、独りごちたも気配和光老たげなり。雲の上の狩りも私のような心で悲しんでいることだろうよ。これは引き歌がここにあるわけですが、奥入り、源氏物語奥入りの中にここで引き歌として挙げられているのは、霧深き雲井の狩りも我がごとや、晴れせず者の悲しかるらん。霧深き雲井の狩りも我がごとや、晴れせず者の悲しかるらん。霧が深く立ち込めている雲の上の狩りも、私のように晴れることのない雲のように、心も晴れることなく物悲しい思いでいることだろうよ。この姫君を雲井の狩りというのは、この歌からついた名前ですけれども、その歌を下に持って、雲井の狩りも我がごとや、雲井の狩りの晴れぬ思いも私の今の心のようでございますと独り言をおっしゃる様子、それが襖を隔てて聞こえてくる、その様子も若々しくかわいい、大層心もとない思いがするからして、これ開けさせたまえ、小侍従や三郎、この襖開けておくれ、小侍従はいらっしゃるかとおっしゃるけれども、答えの気配もない。小侍従というのは御目の友なりけり、姫君の父兄弟であった。
その人を夕霧が読んだわけですね。しかしもう周りの者たちは固く言いつけられているわけで、開けようとするわけもない。